んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、一人ぼっちの不安を取り除くです。最近は新型コロナのおかげで自粛している人が多いと思います。外出できないで家の中に一人でいるっていうことがあるかもしれませんね。こんな時、一人ぼっちが怖いっていう人たちがいます。もちろん大人ですから大して怖くないと思うんですが、なんとなく不安を感じる人たちがいます。これはどうしてでしょうか。これは実は子どもの頃に一人ぼっちを体験して、そして怖いと認識してしまったんですね。ですからもう大人なんですけれども、脳の一部はまだ子どもで、暗闇を怖がったり、一人でいることを見捨てられたように感じて不安を感じるということがあるんです。この不安には本人は気がつきませんから、なんとなくそこはかとない不安を感じていて、その正体がわからないと実は余計不安なんですね。ですから外側に不安を呼ぶようなニュースを探そうとするんです。そしてそういうニュースを見つけた方がこの人たちは安心するんです。ほらやっぱりねという感じでちょっとホッとするんですね。ですからこれが原因となってネガティブなニュースを探すという癖がついてしまいます。これは良くないですね。ですから今日はそれを直したいと思います。そもそも一体どんなシーンでこの人たちは一人ぼっちだと感じたんでしょうか。だいたいそれは赤ちゃんの頃で、例えばお昼寝から目を覚ました時誰もそばにいなかったとか、特にもっと怖いのは真夜中に目を覚ました時に誰もそばにいなかったというような体験です。その時に自分は見放されたと感じて、この世界に自分は一人ぼっちだと思って、とても深い恐怖を感じてしまうんですね。本当はお父さんお母さんは別の部屋にいたかもしれないし、何かの事情で確かに外出していたのかもしれません。その時に感じてしまった恐怖は、その時のあなたには手に負えませんでした。そうするとどうなるかというと、心の中の小さな小部屋のようなところに入り込んで、そこに閉じこもって出ようとしなくなるんですね。これは結構すでに大人になっている人たちにもまだ残っているんです。ですからどこかで自分の力が全部出せていないとか、そういうような焦燥感があったりします。この心の中の小部屋に残っている自分は時々出てくるんですけれども、やはりネガティブな状態にとどまっているので、それは力にはならず恐怖となって出てきます。今は外出せずに家の中にいるという時期ですから、できるだけ家の中で楽しんだ方がいいですよね。できればもっとこの間に能力を高めるようなお勉強をするといいですよね。ですから今日はこの小さな部屋に閉じこもっている自分を救い出すと同時に、少しそのような自分の楽しみ方をお教えしましょうね。この小部屋に閉じこもっている自分は最終的には明るい場所に出してあげるのがいいんです。でも自粛期間ですから、少し小部屋の中を楽しんで、それから外に出るという誘導にしますね。この心の中の小部屋に閉じこもっている自分がいるかいないかは、ほとんど本人には自覚できません。というのは、最初から閉じこもっているので、これを全面的に出した覚えがあまりないからです。ぜひこれを一度聞いてみてください。そうするとしっくりくる部分があるかもしれません。ということは、あなたの中にも心の中に閉じこもっている自分がいるということです。では聞いてくださいね。これはいつものように、
子供の自分をイメージするんですが、できればとても小さな赤ちゃんの自分をイメージするのが一番いいんです。もしそれが難しければ6歳でもいいですよ。では目を閉じてください。あなたが目を覚ました時、誰もいなかったんだよね。真っ暗だったんだよね。お母さんってあなたが心の中で叫んでも、お母さんは来てくれなかったんだね。だから自分がこの世界に一人取り残された気がして、とても怖かったんだね。そしてあなたは、一人ぼっちは怖いって思ったよね。あの時は本当に心細くて、自分は無力だと感じたんだよね。怖かったね。だからあなたは心の小さな部屋に閉じこもって鍵をかけてしまったよね。そしてその中でずっと助けを求めていたね。怖いよ怖いよってあなたは言っていたね。だからいつも誰かに来てほしくて、誰かと一緒じゃないと不安を感じるようになってしまったんだよね。大人の自分はあなたを助けに来たんだよ。長い間待たせてごめんね。ずっと待ってたよね。もう大丈夫だよ。あなたはもう一人じゃないよ。大人の自分がずっとそばにいるんだよ。あなたは無力でもないよ。だから安心しなさい。あなたは取り残されたと思ったかもしれないけど、周りはあなたを見捨てたんじゃないんだよ。何か事情があっただけなんだ。お父さんもお母さんもまた戻ってくるよ。でもね、あなたはこの一人の時間を楽しんでもいいんだよ。自分で自分を楽しませることができるんだよ。それをこれから覚えようね。一人の間に歌を歌ったり、絵を描いたり、本を読んだり、テレビを見たり、もちろん勉強するのもいいね。あなたは何でもできるんだよ。だからこの一人の時間を楽しみなさい。その間に能力を高めることだってできる。そしたらこの一人の時間がとても貴重な時間になるね。一人でいることは怖いことじゃないんだよ。大丈夫。あなたのことは未来の自分がちゃんと守っているからね。そして部屋の中を楽しんだら、この心の小部屋から出てきて明るい外に行ってみようね。明るい太陽や花があなたを待っているよ。あなたが大好きだよ。